皆さんこんにちは。デカ広報島村とコンタクトミリタリー VTuber の彩り迷いです。コンタクトさあ始まりました、マルデカ宣伝本部。今日が3回目の放送となりますね。これ機械だのチェンジと一緒だよね。チェンジ分からない。分からない。すいませんね。すいません、ちょっとこういったあのまあね、だいぶギャグも入れて、ちょっと慣れた感もあるんだけども、だいぶ当初の緊張からもね、少しこう緩和された感もあって、ちょっとまよいちゃんはどうですか？あ、まよいですか？まよいはね、久々にデカ候補とお会いしたことでちょっと緊張っていうのもあったんですけど、なんですかね、デカ候補と話してるとこうお父さんと喋ってる感じになって落ち着くんですよね。そう、機械だとかわかん、パパみたいなこう安心感があるっていう意味ですね。パパみたいな安心感、ものすごいこうジェネレーションギャップがねあるかな。あるかもしれないですね。最初のうちはね、こうお互いセリフが被ったり、なんかちょっとギクシャクはしてたけど、そうね、ちょっとね。デカ候補はね、どうです？まあ慣れないとこもあってね、こう結構セリフが被ったりしたこともあったんだけど、俺はね、やっぱり見るとね、落ち着きがないことが分かったね。なんかね、無意識のうちに親指をすっげー動かしてる。すっごい動かして、これ癖なのかもしれないけどね。体動いてますよね、ずっとね。体もね、ちょっと動かしたりとか、指動かしたり、癖なんだと思うよ、多分ね。癖ですね、きっと。まあ、放送が始まって、ユーザーさんからもすごく反響いただきまして、嬉しいね。ね、励ましのコメントとかいただくと、なんか今度はこういう風に頑張ろうとか、なんかもっとこうなったら YouTube 面白くなるのかなって、日々勉強しております。あ、なるほど。えらいえらい。ちなみになんか、その来たコメントみたいなのあんのかな？お、そうなんです。コメントでね、一番迷いも、なんか笑っちゃったのが、島村さんならおっさんだけでええでっていうコメントがあって、いや迷いもそう思った。え、まゆちゃんがいらなくて俺だけでってこと？おっさんだけってこと？そうですそうです。もうデカ候補一人でもキャラ立ちしてるから、もうデカ候補だけで成り立つんですよ。まるデカ宣伝本全然成り立たないと思うよ。いや成り立つ、成り立つと思うよ。いや、きつい。本当ですか？花ありますよ、ちゃんと。あのね、結構一生懸命ギリギリでやってるもん。必死でやってるから、あんまそのおっさんの必死感はね、出さない方がいいと思う。いや、僕はまゆちゃんがいてもらってすごい助かってる。本当ですか？うん。なんかじゃあちょっと緊張とかして、それで指動いちゃうんですかね、こうプレッシャーとかで。そういうのもあるし、あのね、こんな世の中だから結構これね、ギリギリで撮ってんのよ。何度も言うけど、本当スタッフ2人ぐらいなんだよ。それもリモートとかでやってんだから。そちらの状況もそういう感じになってるんですね。もうほんとほんとすごいギリギリで撮ってて、もっと人が避けるんだったらさ、もっとこうなんか立派なセットとかいろいろとこう、はいはいはい、うまく段取りも撮れるんだけど、ちょっと今寂しいですよね。でしょ？だってこれ以上もうできないんだもん、人かけられないんで。すっごいギリギリやってんだけど、まあそんな中でもね、やっぱり見てる皆さんにこうちょっとでも楽しんでもらいたいとか、はい、やっぱりこうなんか飽きさせない工夫なんかをね、考えながらいろんな企画考えてやっていきたいなとは思ってるんでね、まあもっともっと今以上に楽しくしたいなとは思ってます。このね、指もね動かさないようにするんで、じっとしてるから。じっとする中で楽しくやっていきます。まあ、今回まためっちゃ動いてたら、次からは手錠して放送していきましょう。あ、こういう感じでね。そういう感じでいきましょう。プレーンになっちゃうってこと。はい、はい、そんなわけで動かさないます、はい、本日のまるデカ宣伝本部、行ってみましょう、はい、行ってみましょう。はい、でも今日ね、迷いすっごい楽しみで眠れなかったんですよ。あ、眠れなかった。それはあれでしょ、遠足前の小学生みたいな感じじゃないの？そうなんです。その眠れなかった理由はズバリ、はい、本日ウェブホビー賞改め、マルフェスオンラインの日ですもんね。そうです。パチパチパチ、大正解です。その通りです。そうだね、今日はね、
ウェブホビーショーって言ってたんだけど、まあそれをね、うん、改めて、マルフェスオンラインってね、ちゃんと名前をつけた。マルフェスオンライン、マルフェスオンラインの日なんです、今日は。でね、イベント名も正式に決まって、もう本当新規ってね、頑張りたいと思いますので、よろしくお願いします。おー、いいですね。うん、それでは、早速、はい、5月1日から公開していた、白出し速報の回答、兼、その新商品の紹介を行いましょうか。行きましょうか。さあね、正解者がいるんでしょうかね。まあ、正解者がいてもね、何も出ませんけどね。商品は何もない。何もないですけどね。いやー、ゴイス、キドキドする、楽しみ、楽しみ。お、なんか急に、なんか業界用語になっちゃったの。いいね、いいね。バブル的な感じがするよ。ズーヒルギオッポンみたいな感じだね。これ業界用語なんですかね。業界用語だね。シナリオにあったんで、はい、意味のわからないまま、そのまま使ったんですけど。ああ、意味がわかんないんだ、なんと。言わない？メアリー風とか。え、言わないですね。言わない。ヒーコミノみたいな感じ言わない？言わないですね。これ、あれですか、新製品になんか、関係してるってことですかね。全然関係ないけどね。まあ、バブル世代なんで、ちょっと使ってみたかっただけで、ちょっと仕上げに入れてみたんだけど。はい、まあ、じゃあ、行ってみようかね。行きましょう。お願いします。はい。さあ、最初の一つは、こちらですね。じゃじゃん、出ました。あ、はい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 。お、来ました。はい、まよいちゃん。はい、まよい、これはすぐに分かった。なんと。ガスブローバッグの G17 ジェネフォーです、うん、ピンポンピンポンピンポン、正解正解シュール、これは簡単だったかな。そうですね、これ、はい、去年11月のマルフェス6で展示してたじゃないですか、飾ったね、うん、ね、迷いが会場にお邪魔した時も見たし、紹介もしていたので、発売から発表のタイミング見てもこれは間違いないかなって思いました。なるほど、ご名答名推だね、うん、まあそこでね、本当はこう同じグロックでも全然違う商品とか出せたら面白いなと思うんだけどね、うん、例えば、いや実は電動のグロック17ですよみたいな、したら面白くない？まあ、うん、というかユーザーにとってはいろいろな新製品が出るので嬉しいと思いますけど、うん、どうなんだろう。なんかね、みんなにはあグロックのあれでしょ、ジェネフォーでしょみたいな風に思わしておいて、うんうん、いや実は電動なんですよみたいなっていう方がなんか俺はすごく面白いから、ちょっと残念だな。いやいや、ジェネフォーと思っといて実はジェネ5ですよみたいな、ほうほうほう、そういうのがやってみんなを騙せたら面白いだろうなと思うんだけどね。それはある意味インパクトはすっごいとは思うんですけど、うん、なんだろう、デカ広報って相当意地悪っていうか、性格悪かったりしますか？そう、うん、でもなんかみんなが予想してることをほうほう、まあいい意味で裏切るのってすごく俺大好き。なるほどね。まあデカ広報の結構意地悪っぽい顔ね、うん、画面に出てますよ。あ、出ちゃってる、ここ多分ワイプで出てますよ。あ、本当？まあそういえばルッパもね、女性の裏切りはアクセサリーみたいなもんだなんて昔ルパン言ってたしね、うん、まあ全然関係ないけど、うん、ルパンの言葉かっこいいですけど、デカ広報女性に裏切られたこととかあるんですか？うん、それはこんだけ生きてればね、いろいろとあるんだけど、ほうほう、ちょっとごめんね、これ家族も見てるんで、あんまそういうツッコミとかあんまり詳しく語れないんで、ちょっとやめてくれる？あ、なるほどなるほど。まあその話すっごく膨らましたいな、迷い。デカ広報今度、うん、リモート飲みとかいうのやりましょうよ、あれ。あ、いいね、いいね、リモート飲み。今すごく流行ってるもんね。そうそう、芸能人とかもやってる。そう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 。いいね。いい。あ、でも、まあ、リモート飲みは、さておきね。そうだそうだ。なんだっけ。はい、こちらですね。ガスブローバッグ G17 ジェネフォーです。ジェネフォー。まずね、うん、最初の新製品は、これでした。もう一回ね、ガスブローバッグの G17 ジェネフォーです。
商品のね、はい、詳しい解説は、商品解説コーナーを見てくださいね。すっごい迷いは楽しみです。グロック大好き。いいでしょ、これこれは、はい、おすすめです。グロックも興味あるんですけど、迷いは次も知りたいです。次は何ですか、ね、はい、次はこれです。じゃじゃん。おお、これ FNX45 にすごく似てると思ったんですけど、うん、あのユーザーのコメントにも、はい、みんな FNX45 のブラックモデルって声もすっごくあったんですけど、うん、正解はどうなんでしょうか。正解はね、これめっちゃ不安。違うんですけどね。え、正解は、正解はめっちゃ食べるじゃん。エアコッキングの FNX45 です。嘘。え、エアコキ嘘です。正解どっち。正解はデカ候補。嘘嘘はやめてくださいよ。あ、嘘ついちゃいけないね。ちょっとでも、はい、なんかみんなが当たるんでちょっと悔しかったんだ。ちょっと悔しかった。正解は、はい、ガスブローバックの、うん、FNX45 ブラックモデルです。まあこれはね、うん、FNX45 発売した時から、まああの、うん、ブラックモデルを出してほしいっていう声もあったし、あ、まあ僕らもね、うん、それをあの前提に考えてたから、まあ、うん、あの順当に発売します。ああ、え、これって、なんか、うん、なんだっけ、ザ・アウトローって映画でしたっけ、ね、あれに出てましたよね。そう、あの、ザ・アウトローって映画があってね。うんうん、あの、マルイでも結構、PR とかタイプ協力をさせてもらったんだけども、あの、ジェラルド・バトラーが主人公のクライムアクション映画なんだけどもね。その時にね、主人公のニックが、まあ、ジェラルド・バトラーがね、これを持ってたのよ。で、あの、イベントでもね、少しお話をさせてもらったんだけども、まあ知ってる人もね、いるかと思うんだけども、この映画のね、ラストのね、銃撃戦が、すごいかっこよくて、道路をね、こう、車が、こう、バーッと渋滞してる中を、こう、犯人がね、こう、ミニミをこう、バーッてぶっ放すシーンがあるのよ。で、そのシーンを見たときに、まあ、前の製品になるけど、はいはい、マーク416ね、モッド M。この PV を、これと同じシチュエーションで撮ったらかっこいいなって思ったんだよね。ああ、そうなんだ、うん。うん。この映画にだいぶインスパイアされてるところはあって、その映画がその、うん、渋滞の中をね、ぶっ放すんで、うん、本当にね、うん、道路を封鎖して、うん、で、そこにこう車を何十台も並べて、で、撮影しようかなって思った。そんなことできたんですか？いや、ところが、やろうと思うとね、なかなか大変で、例えば道路の封鎖とかは、うんうん、まあ、地方都市行けば、あ、できるかなってちょっと思ったんだけども、そうなんだ。うん、うん、車をね、その渋滞っぽくする何十台を揃えるのがね、ちょっとやっぱりこれが大変だったのかなって思って、で、あの、まあ、道路がダメなら、じゃあもうなんか、ビル丸ごと一棟借りて撮影しようかな、みたいな。規模がでかいんじゃん。でしょ、うん、で、思って、福島にある、あの、建設途中のビルを、丸ごと一棟借りて。福島だったんだ。あれ福島です。うん、うんうん。丸ごと一棟借りて、撮影したな。うん、うんうん。で、その映画の主人公、ザ・アウトローの主人公が、LA の警察の、まあ、リーダーなんだけども、で、こう、仲間がいて、まあ、みんなこう、はい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 、ちょっと悪い刑事なんだけども。悪い刑事、うん。うん、あの、仲間がいっぱいいるから、だから、それをイメージして、マーク46の時は、野郎が嫌だったんで、女性をね、どんだけ野郎嫌がるんですか
モッチーとか、ミレイちゃんとか、サキちゃんとか、東条さんとか、まあ、4人の女性を率いるリーダーみたいな形で、で、撮影したの。はいはいはい、で、その時は、FNX が、いわゆるタンカラーしかなかったんで、うん、あ、ね、タンカラーだけだった、うんうん、最後のラストシーンでこうやって打ってるのはタンカラーなんだけども、うん、まあその時の装備とか銃とか、うん、まあ結構そのさっきも言ったこのアウトローっていう映画にまあインスパイアされて、うんうん、まあよく言えばオマージュ、オマージュした作品に、オマージュ作品ってことだ、うん、うん、なってるんで、うん、まあそういった目でね、今一度あのマーク46の PV、うん、あのヘリが出てない方ね、あの、うん、壮大な9分とか12分とかある壮大な、PV をね、見てみたら、見てもらえたら嬉しいなと思います。おー、え、てかでかかほ、迷いもいつか PV に、うん、あのつよつよ 3D で PV に出たいな。出る？え、いいの？出る？いいの？うん、出たい出たい。そうするとでも俺もなんかバーチャルになっちゃう。そう、いや、そうですよ。でかこほバーチャルだからだね。エイプリルフールでやったじゃないですか。あれ変な、こう口がよくわかんない。むにゅむにゅ動いてる。いや、あれ結構衝撃的でしたよ。あ、ちょっと俺も見てちょっと衝撃だったもん。これいいのかみたいな思ったけどね。何の話でしたっけね、これで。あの、まあ、そうだっけ、あの、なんだっけ、まあ、ちょっとそのまやちゃんが PV 出るのは少し考えるよ。あ、やった、うん、まあ、そんな感じで盛り上がってきたけど、なんだっけ、はい、なんだっけ、はい、これね、こちらですね、はい、次の新製品はこちらです、うん、ガスブローバックの FNX45 ブラックモデルとなります。さあ、これもね、はい、また解説ビデオを見てもらえたらと思います。さあ、盛り上がってますけど、次に行きましょう。行きましょう。次ですよ、次、はい、こちらですね。いや、これ一番ね、うん、ユーザーの中でも意見が割れてたやつなんですけど。でしょうね。迷いはね、うん、あの、何回見てもジェラルミンケースの角にしか見えない、うん、銃じゃないじゃんね。もう分からなかったんですが、うん、まあ、ユーザーさんの意見とか見てみると、うん、あの銀弾シリーズの新作かなっていう声が結構ありましたね。あ、なるほど、銀弾、うん、まあいい線いってるね。でもね、銃としては銀弾シリーズよりもね、小さいんだな。何ですか？正解は、正解はじゃん、LCP ですね。さあ、LCP、うん、これね、固定スライドガスガンの新シリーズです。うん、新シリーズ。うん、コンシールドキャリーってね、非常に小さいやつなんですけども、小さいでしょ。コンシールドキャリー、かわいい、うん、ちっちゃくてかわいい。かわいいでしょ。うん、すごく小さいんだけども。うん、ガス式です。で、言った通り固定スライドなんで、ブローバックはしないんだけども、すごくしっかりと作り込んだ製品となります。ちなみにどんなに小さいかっていうと、さっきの FNX と比べてください。すごい違う。こんなんです。すごいちっちゃい。こんな小さいの。こんな感じ。かわいい。これ今、たった今このタイミング初公開です。おー、すごい。皆さん聞きました、聞きました。みんなが、みんな今が初公開ですよ。初公開ですよ。まあ簡単にね、この実銃の LCP の紹介をすると、うん、まあ、うんうん、スタムルガー社が製造したドット380 ACP 弾を撃つ銃なんだけども、うん、まあ、あの、その308 ACP 弾を撃つ銃としてはね、もう最小の部類に入る銃になります。お、まあ、LCP ね、ライトウェイトコンパクトピストル、まあ、あまりにも小さいので、まあ、スライドストップがね、オミットされたりもしてるんだけども、まあ、本物は装弾数6発プラス1発かな、うんうんうん、こういった感じね。あ、かわいい。さあ、
そしてもう一つ、お、もう一つ、じゃん、ボディーガード、ボディーガード、ボディーガード、そう、実はね、さっきのこの LCP と同じユニットです。側が違うモデルとなります。おー、え、このボディーガードもちっちゃいんですね。これも小さいでしょ。うん。こういった形でね、忍ばせ方もできるっていうね、ものですね。いやー、そのデカ工法の忍ばせ方もかっこいい。かっこいいでしょ。こういった形で。こうやって隠し持つ銃なんですね。うん。で、これもね、まあ、護身用とかね、本物はね、バックアップが目的のもんなんだけども、今度はこっちのボディーガードを紹介すると、まあ、こちらもね、さっきと同じドット380 ACP 弾を撃つんだけども、まあ、ダブルアクションオンリーでね、まあ、あまりハンマーが直接操作できないスパーレスモデルとなっております。まあ、マニュアルセーフティでね、本物は、ここからこう、レーザーが出て内蔵されてるモデルなんだけども、まあ、これは残念ながら、そういった仕様にはなってないけどね。ああ、そうなんだ。うん、いや、レーザー内蔵されている銃なんですね。こっちはね、ボディーガードの方は、それにしても両方めちゃくちゃちっちゃい。ちっちゃいでしょ。ちょっとこう、ね、握ってみるとね、こんな感じ。ねえ、なんか女性でも手のちっちゃい女性でも持ちやすそうですよね。そうだね。本物もね、実は女性が護身用にね買ったりとかしたんで、すごいバカ売れしたんですけども。あ、そうなんだ。うん。こういった形小さいんだけどもすごく。しっかりとしております。うんうん。まあね、こんだけ小さいと、じゃあ実際どうなの、飛距離はとか、命中精度どうなのって多分思う方おられると思うんですけども、いや、まあ、それはね、気になる。気になるでしょ？それはね、ちゃんとした、別の映像を撮っておりますので、そちらもね、はい、見てもらえたらと思います。それはちゃんと別のコーナーで用意してあります。チェックしてください。チェックしてください。ということで、デカ候補、うん、迷いなんです。すごい気になってることがあって、はい、今回のこの新製品も PV なんか撮る予定だったりするんでしょうか？本当はすごく構想もあって撮りたかったんだけどもね、やっぱりちょっとこの昨今の状況を考えるとなかなかね、もうロケ場所すらもね、ちょっともう借りられない、いいんだよね。あ、そうなんだ。うん。要は、その、ロケ地って結構地方だったりするんで、やっぱりその、都内から出ちゃいけないとかっていろいろとあるじゃない。あ、そうですよね。確かに。うん。だちょっとやっぱり撮るにもね、結構制約があったりもするんで、まあ、でもその代わりにね、絵コンテは、結構、絵コンテ？もうできてはいたんだけどね。その代わりに絵コンテ見る。え、見せてくれるの？見たいです、絵コンテ見たい。見る？まあ、見る。俺の独特な絵で描かれた。あれ、もうネタバレされてるけど、ネタバレされてるけど見たいです。見る。じゃあ映像がない代わりにね、絵コンテを見てもらおうと思うので、ちょっと準備するんで、ちょっと席離れていいかな。あ、はい、よろしくお願いします。待機しております。ちょっと撮ってくるんで、はい、ちょっと行ってきます。はいはい。いってらっしゃい。はい、行ってきます。はい。はい。さあね、持ってきました。こんな感じですね。絵コンテ。書いてあります。しっかりと今回もね、書いてあるんで。ね、いや、デカ候補のイラストって前から思ってたんですけど、やっぱ独特ですよね。はい、独特。褒め言葉なのか、褒め言葉じゃないのかがちょっと微妙ではあるけどね。最初に会った時のね、迷いのイラストがね、もう脳裏にこびりついて剥がれない。あれね、多分、はいはいはい、メガネがなかったんだよね。メガネがなかったのと、またメガネのやつ、時間がなかったんだよね。はいはい、時間制限ありましたもんね。でも分かりやすかったと思うよ、すごく。こちらの、LCP の絵コンテなんですけど、うん、はい、こちらの、PV って、デカ候補のアイディアがベースになってるんですか？全体のこんなの撮りたいなみたいなのは、出すんだけど、でも、みんなでそれをさらに揉んで、
みんなのいろんな意見とかも聞きながら、うんうん、全然最初のアイデアとは違うものになる場合もある、あるよね。うん。でもまあこんなんでやりたいなっていうのは大体最初にイメージこんなのどうかなっていうのは思うけどね。うん。なんかあの手のひらの2個豆の小さいっていうイラストとかのなかなかこうインパクトはありますけど、うん、これで伝わるんですね。あの丸井の社員さんの中では小さいみたいな感じ伝わるでしょ。もう伝わるイメージだもん、小さいって、ね、手にこう、うん、手がなんかクリームパンみたいなこれすごいですよ。え、こっからきっと新しいなんか素敵な PV が出来上がる予定だったっていうことですもんね。あのこれはでもね本当に一つの案、うん、案だね。もう本当にいっぱいいろんなのがある中での、まあ、今回は、うんうん、例えばその時間とか予算とかいろんなことを考えてこんなのがいいのかなっていう、はいはい、アイデアいろんなのいっぱい出すよ本当に。そう、大掛かりなものとか、特にこういう新しいカテゴリーとかやっぱり気合の入るようなものに関しては、うん、やっぱり予算もふんだんに使ってこう派手にとかって思ったりはするけどね。うん。いやもうこの3ページ目のバンバンバン打ってるシーンっていうあまりこれだと迫力を感じないですけどね、映像にしたらきっと。いやもう頭の中ではすっげえ打ってるイメージだよ。バン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 ぐらいの。すげえですね。頭の中ではね。なるほどね。いやちなみになんですけど、うん、かっこいい、うん、あのマーク46の PV とかの絵コンテとか見たいんですけど、あ、見てもよろしい、見せていただいてもよろしいですか？ね、ちょっとそういうこう会社的なものは見せたくはないんだけども、見たい、マーク見たいですよ。すっごいかっこいい、見せていただけるなら。あの PV がもうあれ結構イメージ通りだった。あ、こんなイメージでいいなみたいなのがあったんで。なるほどですね。じゃあ迷いちょっと 見させていただきたいんですが、じゃあ特別にご用意しますので、これドンって今出てくるのかな。はい、お願いします。じゃあマーク 46PV の絵コンテ、はい、ドン。ドンってあんまりないのかなこれちょっと もうすでに突っ込みたいとこ超いっぱいあるんですけどなんかタケコプターあります。タケコプター出てくるシーンがある。タケコプターじゃないよ、ヘリコプターだよ。ヘリコプターだよ。完全に、なんかドラえもんのなんか道具が出てきたりとかしてるんですけど。何言ってるの？一目瞭然でヘリコプターってわかるじゃん。あ、飛んできたよ。この、2ページ目の絵コンテに関しては、鎌倉がなんか空飛んでるみたいな。鎌倉が空飛んでるってどういうこと？ヘリコプターですよ。ヘリです。これ、ヘリコプターなんですかこれ。ヘリだよ。いやすごいな。いやこれってちなみに丸井さんって、うんうん、PV 全て社員さんだけで撮影されているですか？あ、これはいわゆるその例えばシナリオとかカメラ、うんうんうん、編集、そう音付け、これ全部あの社内です。外部には出してないです。すごい、うん、ただ例えば当然ヘリのパイロットとかは社員じゃないよ。まあそうですけどね、うん、あとはその演者が多い場合には当然あのお願いはするけど、そのカメラとさっき言ったシナリオ編集、音付けは全部社内です。いやもうこれがあのかっこいい PV になるのかっていうでも出来上がると俺のイメージ通りだね。あ、こんな感じだよ、これだよ。あ、聖書バージョンとかもあるんですかね。え、聖書？マーク46聖書バージョンとかもあるんですかね。あー、うん、あ、もしかしてデカコーンのあれで全て PV の撮影がスタートしていると、うん、俺が書くとね、なんかこう、うん、聖書されて出てくるんだよね。あ多分なるほど、うん、みんな声には出さないんだけど、こんなんでわかるかみたいな感じだと思う。絵コンテ、デカ広報の絵コンテを清書する係がいらっしゃるということですね。あのね、あとね、例えばどっか場所とか借りるじゃない。借りにだよ、はいはいはい、例えばその、うん、ここの場所借りたいとかで、よく、はいはい、企画書見せてくださいみたいになるわけよ。まあ当たり前なんだけどさ、企画書、
その時さ、ちょっと、はいはい、俺の絵だとやばいじゃん。だからあの、うん、うちにはプロが、デザイナーのプロがいて、しっかりと聖書。なちなみに聖書バージョンも、あ、出てんのかな、もう見るのかな、で多分もう皆さん出てると見てると思うんだけど、きっと、うん、これが聖書、不思議な力で見えてると思います。聖書バージョンです。この絵が、俺の絵がこんなかっこよくなると。すごい化けましたね。うん、でも元ネタは俺だからね。まあ元ネタはね、まあ、鎌倉は出てこないですけど、タケコプターとか鎌倉出てこなくなっちゃったけど、タケコプターも出てこないしね。タケコプターも出てこない、誰が見てもヘリだってわかるもん。あ、ヘリじゃんこれ、ヘリだってわかる、あ、ランクルだよこれってわかるもんね。デカ工法のあのイメージをね、うん、こう具現化、具体化するスタッフさん、うん、いや、すげえ、すげえです。いや、感謝してます。ありがとう。感謝してます。ありがとうございました。ありがとうございました、ね、今、はい、ということでね、すっごく楽しい時間だったんですが、もう終わりの時間に近づいてきてしまいました。時間来ちゃった。なるほど、じゃあね、もう一つ重大なお知らせをしたいと思います。お、何かあるんですね。マルフェスオンライン2をね、またマルフェスオンラインパート2、うん、これがね、うん、またやる予定になってるんで、当然その中ではね、実はね、チラ出し2、チラ出し2やっちゃおうかな。おー、なんか今回のやっぱり新製品チラ出しあるよっつって、うん、うん、ちょっと、え、これだけ少ないじゃんみたいな、多分声もあると思うんだけど、そうですね、ちゃんとね、そうかもしれない、うん、考えてます。レッツシンキン、ちゃんと考えてますよ。なので親指と人差し指めっちゃ使う。チラ出し、はい、パート2も、うん、そこでもねやっちゃうんで、それも期待していただけたらなと思っております。楽しみにしております。そんなわけで、まあね、大事な知らせもした上で、もうそろそろ時間なので、はい、来ちゃいますか、あの時間が。いよいよ儀式ですかね。いよいよ何回目ですかね、締めの言葉として、締めの挨拶、もうそろそろもういい感じのが出てくると思ってるんですけどね。ん、期待しておりますよ、デカ候補。プレッシャーですね、ちょっと鼻水も出てきましたかね、はい、なんで、いきますよ。はい、ということで、デカ候補、締めの挨拶の方よろしくお願いいたします。はい、皆さん今日もご覧いただきありがとうございました。ありがとうございます。ではまた次回お会いしましょう。はい、ナイスシュートクリッ。疲れちゃいましたね。もう結構ヘロヘロカオス。ヘロヘロカオスって何ですか。え、ヘロヘロカモっつったんです。なんだヘロヘロカオスって。ヘロヘロカモ、迷いの耳を使えちゃった。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。